はい、皆さんこんにちは、小山翔平ベースボールチャンネルです。今日はですね、ちょっと速報という形で、お送りさせていただいております。なんとですね、巨人がですね、台湾の左ピッチャーね、ファン・ジンハオ投手18歳の獲得をしたというところで、ちょっとね、徹底解説というか、僕ちょっと動画とか、見漁ってね、YouTube を見漁ってですね、フォームとかいろいろ見てきましたんで、それに対する感想というところを、ちょっとお話していこうかなというふうに思います。まず最初に、これ、高知新聞なんですけど、これこちらにありますと、もう結構この、端っこの方なんですけど、ここ、書いてますでしょ。これ巨人台湾18歳、獲得というふうに書いてますけども、育成で、取ったみたいなんです。で、名前はですね、ファン・ジンハオ投手、18歳になります。若いですよね。で、獲得に向けて最終段階に入っているという、情報が入ってますと。で、台湾の名門のペイチン高校を今月卒業したばかりみたいで、で、メジャーの球団とかもいろいろこう、取りたいっていう風な感じで、こう、争奪戦をね、繰り広げてたんですけども、その、巨人がね、なんと、獲得したという、ちょっと前にね、日本の NPB の球団が、こう、交渉最終段階に入ってるっていう情報は入ってたんですけども、なんとね、巨人だとは僕は正直思ってなくて、ああ、そうなんだぐらいで聞いてたんですけど、巨人がね、獲得、もう最終段階に入ってるんで、もうこういう感じでね、記事が出てるんで、獲得したんだと思うんですけども、育成という形でね、若い力というところで、まだいきなりこう、試合下にするっていうよりかは、育成でね、じっくり育てて、3年後、4年後、出てくるかなっていう感じのピッチャーかなというふうに思いますと。で、この記事に書いてあるところを読むとですね、184センチ、で、145キロ、マックス大体145キロぐらいで、カーブ、チェンジアップなどを操るというふうに書いてますと。で、この間、一軍ね、台湾遠征とかありましたし、その台湾の、選手で、ロ・メイシ選手であったりとか、ジャン・チェンミン選手とかもね、巨人にいたりとか、そういう友好関係っていうのが結構あるから、そういった影響も僕はあるんじゃないかなっていうふうに思いますと。で、台湾の、WBC とかでもね、見てても、レベルどんどん上がってきてるっていうのがありますから、そういったところで、そのファン投手からしても、日本の野球っていうところの、理解とかはあったらだろうし、こんだけね、外に出て、海外挑戦するっていうところは非常に勇気のある決断だと思うし、非常にね、いいんじゃないかなっていうふうに思いますと。で、今現状の、外国人選手というところを巨人ね、見てっても、グリフィン、メンデス、バルドナード、ケラー、ヘルナンデス、ウレーニャぐらいがね、今支配下でいまして、6人いまして、その中で、グリフィンと、バルドナードと、ヘルナンデスと、ケラーですね。この4人は1軍にいるっていうところですね。このファン投手が、育成で入ってくるんでね、1軍でどうにかっていうところではないと思うんですけども、今現状ではそういう感じのね、外国人になってますと。じゃあ、育成に、どの選手いるのっていうところなんですけど、ティマ選手とルシアノ選手が今いますと。で、ティマ選手は非常にこう、注目されているというか、非常にね、2軍でもね、率はそこまで、高くないんだけども、ものすごい打球打ってますよと、ホームランとかね、含めてすごい、ポテンシャルがありますと。で、ルシアノ投手も、今年ね、育成から試合が上がるかどうかみたいなところだと思いますし、そこはね、頑張ってもらいたいな、というふうに思ってるんですけども、今現状では、そういったね、外国人の方々が、巨人で頑張ってるっていうところでございますと。じゃあ、ここからですね、皆さん、聞きたいと思ってる、ファン投手の、ピッチングの動画を見て、僕が率直に思ったことというところをね、お話していこうかな、というふうに思います。僕が見た動画はですね、2023年の動画なんで、比較的、
最近の動画じゃないかなっていうふうに思ってて、まあそこまで長い動画ではないんですけど、ちょっと見た感想を言わせていただきますと。まず、体というところね、先ほど184センチというふうなスラッとした体型というふうにね、まあこの新聞では書いてますけども、実際ね、見たところ細いなっていう感じはしますと。で、やはり、まあ、大谷選手とか、まあ、ダルビッシュ選手とかもそうでしたけども、まあ、やっぱり体の、もう、幅というかね、厚みを増していくっていうのところはですね、まあ、まあ、車で例えると馬力を増やすようなもんですよね。バッテリーというかね、そこを大きくしていくっていうところを非常にやっぱり、怪我のしにくさであったりとか、体力であったりとか、出力というところもね、増えていくと思うので、まあ、ここからはまあ食事であったりとかトレーニングをしていければそこはね、全然問題なくクリアしていくのかなっていうふうに僕は思ってます。で、まあ、マックス145キロというところで、その動画、見た動画ではですね、まあ、ストレートとスライダーを主に投げてるようなね、まあ、カーブも投げたかな、うん、っていう感じのまあ動画だったんですけども、まずストレートから言うと、ね、結構ね、低めの球、あったんですけど、その動画でね、結構ね低め伸びがすごいなっていう感じはしました。まあ、まあ多少ボール気味の低めのボールだったんですけども、結構ねキャッチャーのミットをこうバーンってこう突き上げてくるようなね低めの強さっていうのがあるので、よく球質とか言うじゃないですか、キレがあるとか伸びがあるとか言うじゃないですか。やっぱりあれって例えば160キロ投げるようなピッチャーでも球質っていうのはあんまり変わらないんですよ、うん、その人が持ったねリリースの強さであったりとか、まあその高リリースポイントの高さであったりとかっていうところで結構そういう球のキレとか決まってきたりするんで、あんまり球が速くなってもその人の球質っていうところはあんまり変わんないんですよね。だから、このファン投手は、今からね、すごく先ほど言ったように体を大きくしたりとか、まあ、トレーニングしたりとかいろいろしていくと思うんですけども、その低めの伸びるボールっていうのを今時点で投げれてるってことは、馬力が大きくなってもね、体が大きくなってもその低めの強さっていうのは、将来もね出るんじゃないかなっていうふうに僕は思います。で、まあ、スライダーであったりとか、カーブ、まあ、チェンジアップも投げるみたいなんですけども、まあ、その動画にはなかったです。はい。で、カーブ、スライダーっていうところなんですけど、非常にね、スライダーっていうところだと思うんですけど、めちゃくちゃ綺麗良かったですね。皆さんもぜひ見てもらいたいんですけども、変化球でも、ストレートと一緒のように腕を結構強めに振ってるというか、強く振ってる。なんなら、ストレートより強く振ってるっていうところがあるんで、非常にバッターが結構困惑してたというか、ストレートだと思って、あ、スライダーだみたいな感じで、スイングを止めてたようなね、動画もあったんでね。そういったところで非常に、スライダーのキレというところ、腕の振りというところは非常にいいんじゃないか。ストレートと同じように振れてるんじゃないかっていうふうに思いますと。で、あくまで、きっちりめちゃくちゃ全部を見たわけじゃないんで、そう言えないんですけども、おそらく、なんか投げ方的に言うと、結構しなりがあって、スマートな投げ方というか、あんまテイクバックがガチャガチャしてなかったりとか、そんなことはないので、結構スッとこう、肘からこうスッと上がってくるんで、結構、なんて言うんだろう、センス型というか、多分、僕の、これは憶測で話しますけども、結構バッティングとかそういったところにもセンスがありそうだなっていう風な感じの体の使い方をしてるんで、そういった意味でも、まあ、フィールディングであったりとか牽制であったりとかそういったところも、器用なんじゃないかなっていう風に僕憶測というか推測できますと。で、ですね、非常にまあ、細いというふうに言いましたけども、まあ、今までね、まあ、戸郷投手とかも、まあ、細かったっていうのもありますし、これからもトレーニング積んでいけるんでね、全然大丈夫だと。で、じゃあ誰に似てるのって、左ピッチャーで言うと、誰に似てるのって話なんですけど、ちょっともしかしたら、そうじゃないかもしれんって言われるかもしれないけど、イメージね、イメージで言うと、去年かな、ソフトバンク1位で入った、大阪桐蔭から入った、ピッチャーいるじゃないですか。左の、前田くんか。前田くんみたいな感じのイメージ。ちょっと細めで、センス型で、コントロールも、まあ、比較的まとまってて、非常になんか、なんて言うんだろう。テンポの良さを感じるというかね、投げ方とかもリズムがあるんで、非常に、ピッチャーもそうですし、野手でも、ね、結構ね、できるんじゃないかぐらいのイメージのピッチャーなんでね。そういったところで非常にねやっぱりメジャーがこれだけね、注目してたりとか、するだけのピッチャーだなっていうふうに思いますと。
で、まあ、ここからちょっと違う話になるんですけども、まあ、そのね、やっぱりバッターを取ってきてほしいっていう願いはやっぱ皆さんあると思うんです。で、僕も、おいおい、育成のピッチャーかよっていうふうに思ったんですけども、やはり、野手っていうところはね、結構難しかったりとか、調査をするのとかね、本当に活躍するのかみたいなところも結構あったりするんで、難しいんですけども、やっぱピッチャーっていうところは、やっぱりこう、ね、自分自身で勝負できるというか、バッターはこう、ピッチャーに対して合わせていくっていうアジャストの部分がありますけども、ピッチャーは、まあ比較的、まあ自分のフォームで、自分のタイミングで投げれるっていうところがあるんで、そういったところで、まあその、なんて言うんだろう。まあボールの問題は多少ね、あったりするかもしれないですけども、環境の問題あるかもしれないですけども、まあ野手よりかは、比較的こう、なんて言うんだろう。この野手というか、この投手は活躍する、しないみたいな感じで、言いやすいというか、発掘しやすいかなというふうに思うので、そういったところで、まあ、育成でね、いい素材ではあるんですけども、まあ、2年後、3年後の話だと思うのでね、1軍でやるって、もしかしたら4年後とか、そういったところになってくると思うので、まあ、今ね、巨人を、なんかこう、今年救ってくれるとか、また新しい先発の駒が増えましたみたいなところではないんですけども、非常にそういったところでね、巨人と台湾というつながりもそうですし、こういう海外に挑戦していこうという、姿勢のね、こういう選手は、日本もね、日本というかジャイアンツもジャイアンツファンもですね、頑張ってもらいたいという気持ちはあると思うのでね、このチャンネルでもですね、今後ねファン投手の行く末というか、成長とかも追っていこうかなというふうに思ってますんで、ぜひねこれからもよろしくお願いします。はい、そんな感じで今日は終わってきます。いつもありがとうございます。これからもどうぞよろしくお願いします。そんな感じで今日はお疲れ様です。じゃあね、バイバイ。